次に渡辺総君はい。立憲民主党宮崎一区選出の渡辺総でございます今日はまず宗教法人法に関連する問題から質問をしてまいります昨年の臨時公開に続き旧統一教会の問題さらには宗教と政治の関係などが大きなテーマとなっています私はこの間宗教という本来は 人の心に安寧を与えながら、それぞれの歩む道を指し示す者が大きく揺らぐという状況に何ともやりきれない気持ちを覚えてきました。宗派を問わず、宗教には、宗教者には多くの尊敬する方々がいらっしゃいます。多くの理解を得ながら、真摯に宗教活動に取り組む方々や、宗教団体には実にもどかしい気持ちを抱えていらっしゃる方がたくさんいるのではないかというふうに思うところです。 私たちには、真面目に真摯に取り組む宗教活動の尊厳を傷つけるような考えは全くありません。ただ、宗教団体を隠れ蓑のにした社会問題には、きちんと向き合う社会であるべきだというふうに考えています。そのような中で、昨日、1月31日でありますが、産経新聞に、旧民宗教法人悪用恐れ、義務報告未提出1.5万団体。 宗教法人税優遇で標的、不透明売買、闇市場流出も、との見出しの記事が掲載をされました。記事では、宗教法人法で年一度、所管庁である国や都道府県に対して提出が義務付けられている事務所備え付け書類を未提出の宗教団体が、全国で一万五千法人以上に上るとした上で、 そのような宗教法人の一部が休眠化していると指摘されています。さらには、このような休眠状態の宗教法人が、事実上の売却の対象となり、宗教法人の優遇などを生かして、脱税などに利用されている恐れがあるというふうに指摘している内容であります。基準中には脱税をもくろむ人だけではなくて、暴力団関係者の購入の意向などもあると。 いう旨の証言が、宗教法人の売却を仲介する業者のものとして掲載をされているほか、売却はですね、数,三数千万円という取引の相場なども掲載をされています。仮に、この記事による指摘が事実であれば、本来の宗教法人のあるべき姿ではなく、宗教法人を隠れ蓑のにして、金儲けが中心となり、不透明なお金の動きに加えて、場合によっては、 犯罪に関わるお金の温床になっている可能性があるのだとしたら、これは実に深刻な問題ではないかというふうに考えるところです。そこで一つ一つ確認をしていきたいのですが、記事の中でも指摘されている宗教法人に提出義務のある事務所備え付け書類、これは宗教法人法25条で定められているものです。具体的には役員名簿、財産目録、収支計算書などになります。 提出しております資料1をご覧いただきたいのですが、令和2年中提出期限分でいうと、国所管分が1147法人中233法人、都道府県所管分でいうと、17万9397法人中1万2798法人が未提出という状況です。全国で1万3031法人、つまり1割ほどが未提出と。 いいうう状況だったということがわかりますこれらの法人は、法律で定めた義務を果たしていないということになるわけですが、未提出の場合、所管庁はどのように対応するのか、文部科学大臣にお伺いします。文部科学大臣長岡慶子君 渡辺委員にお答え申し上げます文化庁におきまして、把握しているところによりますと、直近の10年間で文部科学大臣所轄の宗教法人の書類の提出率は平均して90 4そして都道府県知事初活の宗教法人につきましては、まあ、平均しまして92%と認識をしております。文化庁では、未提出法人に対しまして、提出義務が生じましてから2か月間、提出がなかった際の督促書の送付をしております。そそしてその後3ヶ月以内に 提出がなかった際には、まあ、再度の督促書の送付と、お電話での督促をしております、えー。その後、提出がなく、えー、またあ、提出義務が生じてから1年を経過した際には、えー、過料を課すよう、裁判所への通知を行っているところでございます。以上です。渡辺宗君、はいえー。もう一度、資料1、ご覧いただきたいと思うんですが、国所管分の令和元年、令和2年は、 例年に比べて数字が明らかに落ち込んでいます提出率が 84.4%79.9% と10ポイント以上の落ち込みですがその理由を文科大臣ご説明ください文部科学大臣長岡慶子君 はい、お答え申し上げます、えー。文部科学大臣の所轄の宗教法人におけます事務所、えー、備え付け書類の提出率、あ、ごめんなさい。大変申し訳ありません。ちょっと大変申し訳ありません。よ、は、ろ、い、ちょっとよ,よろしいですか。はい。はい。うん。 大変申し訳ございません。はい えー、これはあの原因はですね、えー、備え付け種類の提出率、これはの令和元年度が84%になっておりますし、また、えー、令和2年度が79.7%となっております、えー。平成30年度の提出分以前と比べて確かにあの低くなっております。 提出の督促を控えたということがありまして、提出率が低くなっているということでございます渡辺はい、都道府県にはやってるんですね、でしかもすべての宗教法人出さなくていいですよと、コロナで大変だからっていうなら分かりますよ、でも出しているところはちゃんと出しているのに、出してないところにだけ再告をしない,出すとい、出してくださいという作業をやらないというのは、極めて不平等。 だと思いますしこれはコロナを理由にしたただの怠慢じゃないですか都道府県はやってるんですよしかも、さらにこの先ですよね、再告をしていない、出してくださいってやってないということは、本来、それでも出さないところに対しては過料を求めてるはずですが、過料を裁判所に求めるという作業も、この2年間、国はやってないということでしょう国の怠慢だと思いますが、いかがですか文部科学大臣、長岡慶子君。 えー、事務所の備え付け書類の提出。 に関しましまてはこれ宗教法人法に基づきまして、行う必要がございますので、令和3年度の提出分につきましては、従前どおり、これは運用するとともに、令和元年度および令和2年度の提出分につきましては、再度督促をしていきたいと考えております。文部科学省といたしましては、宗教法人法に対しまして、事務担当者向けの研修会の場を、 通じまして、書類の提出の義務について、改めて周知徹底を図りまして、提出率の向上に努めてまいりたいと考えております渡辺孫君、はいあの。聞いてるのは、改めて求めるという話じゃなくて、2年間やらなかったことをどう今、評価してるんですか、やるべきことではなかったのかということだけ、端的にお伺いできませんか文化庁合同次長。 なて事実関係だけ説明して認識を聞いたんですよ きではいのお答え申し上げさせていただきます。あの先ほど、大臣からお答え申し上げたとおり、新型コロナの影響による宗教法人の負担軽減の観点から特促を控えたということでございますけれども、ただいまご指摘いただきましたように、宗教法人には提出義務がございます。え従いまして、再度特督促を図っていきたいというふうに考えているところでございまして、私どももその点、しっかりと対応させていただきたいというふうに考えております。あのコ,ロナコロナの対応で特速を控えたと いうことについてはあの私どもあの宗教法人の提出義務の観点で、えー、なお対応すべき点があったということはご指摘の通おりかと存じます渡辺です、はい、あの聞いたことに答えていただければと思いますもう先に進みます、えー、今回の記事で指摘されているように宗教法人の売買売却というのは本来宗教法人法で想定をされていない行為だと思います活動実態が果たせなくなったのであれば解散をし 新しい宗教法人を作りたい場合は、宗教法人法に基づいて設立の認証を受ければいいわけであって、所管庁として文科省の認識を確認したいんですが、この理解でよろしいですか文部科学大臣、長岡慶子君。 お答え申し上げます宗教法人がその役割を終えた場合には、自主的に解散をすることを想定をしております。都外法人格を放置したり、全く別の目的達成のために、代表役員等の地位を第三者に移転したり、また、法人の運営を継続することは、想定をしておりません。はい、渡辺総君、はい 今ご答弁にあったとおりです。しかし実態としては、半ば堂々と売買されているわけですね。インターネット上には宗教法人の売買を税制上の優位性から解説するサイトがあったり、圧線をするようなサイトというのを現実に存在をしています。まあ、ここまで指摘したように、本来の目的を失ってしまった宗教法人が休眠化し、法律上の課題があるために、まあ、今文科省も脱法的な行為というふうにおそらく考えているはずですが、 法人格の売買が横行してしまっている。そのことが結果として、宗教法人の優遇を温床する形で、にする形で、脱税やマネーロンダリングなどが誘発されている。もしくは、そのことをメリットと考えて、法人格を手に入れようとするような不届き者も,も出てくるというのが現状なわけです。私は、ただの可能性の話をしているんではなくて、実際にこの枠組みを悪用した事件は過去にも起きていますし、今回も様々な話を聞きましたが、そういう実態は確認されています。 文部科学大臣に確認をしますが、所管庁として、旧民宗教法人が売買され、違法行為に悪用されているとの実態をどのように認識しているか、対処の可能性や課題についてもご答弁ください。文部科学大臣、長岡慶子君。 ご指摘のようなま違法行為の把握につきましては、宗教法人のま宗教活動を所管庁に報告させることにつながる恐れがございます。まあ,あの信教の自由の観点から実態を把握することは困難でございます。一方で不活動の宗教法人を放置すると第三者により 法人格が不正に取得され脱税や営利目的などの行為に悪用されるなどの問題につながる恐れがございますこのため文化庁では都道府県知事及びま包括宗教法人 向けの対策会議の開催や、不活動宗教法人対策の手引き、また事例集の作成をしております、それから不活動対策推進事業の実施等の取り組みを継続して行っておりまして、所轄 諸葛省におきましては、合併や任意解散の認証、そして解散命令の請求等が行われた結果、過去10年間で500法人の整理が行われております。文部科学省といたしましては、今後とも宗教法人の信教の自由に十分留意をしながら、効果的な不活動宗教法人対策を進めてまいりたいと考えております渡辺総君。 今、大臣の答弁で、えー、実態を把握することは困難というふうにおっしゃいました。宗教法人法、もちろんご答弁あったように、信教との自由の関連で、まあ、所管官庁といってもなかなか難しさがあることは十々に分かっています。しかし、なぜこのことを指摘しているかというと、簡単に困難と言っていいかですよ。さっき議論になりましたけれども、年に一回出すべき書類の提出すら求めることを、まあ、言ってみれば横着して、 出すべき書類を出しなさいという作業までしなかった文化庁が、簡単にこういう1年に一回の書類の提出、さらには例えば規約の見直しのときには、それを機会にして状況を少しでも把握するという努力をするべき立場なのに、簡単に困難って言っていいのかってことを問うてるわけですやるべきことをやらずに、簡単に困難だという文化庁の姿勢が、 今までいろいろ議論もありました、統一協会の、旧統一協会の問題等とも関係してくるんじゃないかというふうに思いますので、このことを御指摘申し上げておきますえ。実は国税庁と警察の方にも話を聞きたいというふうに思っておりましたが、ちょっと時間が厳しくなりましたので、大変失礼ですが、申し訳ありません。お詫びを申し上げます。その上で、最後、総理にお伺いをしたいというふうに思いますけれども、私はやはりこれはですね、おかしな話だというふうに思うんです。え問題があって、 え宗教法人法の本来の目的や狙いとは違うところで、明確な脱法行為が堂々と行われている、しかもそれが犯罪につながる恐れがある、もしこのような形で事実上の宗教法人の支配がですよ、例えば反社会的集団や外国人の影響力が大きい、強い形でなされれば、どのようなリスクを社会が背負うことになるかわからないというふうに思います。 現行の宗教法人法での対処には、先ほども申したように宗、信教の自由の観点から課題と限界があるというのは重々分かっています。けれども、例えばこの話というのは、平成7年の法改正の際にも、様々な問題点の指摘がされていることであります。ぜひ、そのことも踏まえて、えー、宗教法人を隠れみのにして、おかしな金儲けが横行するような、不誠実な世の中であってはいけないというふうに思います。 さっき大臣はどうしようもないみたいなお話されましたが、文部科学白書には、宗教法人制度全体への社会的信用を損なうことになるという危惧が示されています。私はぜひ、あの、総理に伺いたいんですが、誠実に宗教活動に取り組んでいる方々や、宗教法人への対処まで厳しくするべきだと言っているわけでは全くありません。せめて、まずは所管庁が、 不活動宗教法人と指定した団体が入り口となるリスクが高いわけでありますから、どのような実態があるのか、関係省庁が協力して実態把握には少なくとも取り組むと、そういうことにしっかり総理の指示のもと行うべきじゃないかというふうに思います。岸田政権は大きな転換点にある国情を今国民の皆さんに説明をして、新たな負担も国民の皆さんに場合によってはお願いをしなきゃと言っている政権ですよ。だからこそそうであるならば、 このような正直者が馬鹿を見る、真面目に宗教活動をしている方々までが、信頼を失いかねないような事態を放置していてはいけないというふうに思いますが、総理の見解をお伺いします内閣総理大臣、岸田文雄君、はい、あの今の、えー、委員とあの大臣等々のやり取り聞いておりまして、えー、思,思いますのは、 まず本来、徴収すべき書類の徴収を徹底しないことによって、その,この不活動宗教法人を放置することにつながり、そして第三者によって、法人格が不正に取得され、脱税や営利行為等に悪用される、こうした可能性が広がると。 いうようよなことととははままずあってなならいいことだと思いますこだ思すの実態把握の部分についても、これ、しっかりと徹底しなければならないと思いますし、そしてその把握をした上で、この不活動宗教法人と認められたものについては、この合併、任意解散、あるいは解散命令請求によって、えー、速やかに整理が、 えー、あの進められるべきものであると思いますが、えー、やり取りの中で10年間で5整理されたのは500程度ということであります。ですから、このうーんと実態把握の部分と、またこの、実際にこの整理されている、まあ、状況、これにつきまして、 十分なのかというこ,のことは、強い問題意識として持たなければなりません。しかし、そのためにも、まずはこれ、法律、これ、十分にこの活用されているのか、適用されているのか、これをしっかりと今一度点検した上で、法律の適用に文部科学省においては、文化庁においては、全力で取り組むよう、この私の方からもしっかりと、 えー、支持をしたいいと思います渡辺総,、はいえっと、総理からご答弁にあったように、不活動宗教法人の数、やっぱなかなか減ってないわけです。ですので、まずはあの実態把握が難しいと担当官庁は言ってるわけですから、えっと、税を扱うところも警察もあると思いますし、っかり政権でわ、はい、かりますおあのお、取り組みをお願いしたいと思います。 休憩前にきき続続会議をを開まますす質疑を続行いたします渡辺総君、はい、え午前中に続き質問させていただきます、えー。先日の総理の施政方針演説でありますけれども、農政への言及は、農業ですね、農政への言及はわずか121文字でありました。全1万1494文字のうちの121文字であります。 しかもこの10年間でどん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 減ってきておりまして、資料、3枚目の資料をご覧いただきたいと思いますが、過去10年ほどの施政法人における農政関係の、施政法人演説における農政関係の文字数を示しています。もちろん、文字数が一番妥当な表現かどうか、いろいろあるかと思いますが、一つの指標だと思います。過去10年間で最低、しかもどんどん減っていっていて、岸田政権になって特に広く、昨年は234文字でありましたが、半減で今年は1 2 0 一文字であります来年はどうなることかというふうに思いますが、これが岸田政権における農政の位置づけということなんでしょうか、総理にお伺いします内閣総理大臣、岸田文字数についてはご指摘のとおりであります。しかし、これが岸田政権における位置づけかというご質問につきましては、決してそんなことはないと、えー、当然申し上げなければなりません。 えー、農政、これ、まず地方を元気にすることが日本経済の再生だと申し上げている中で、地方における、えー、この基幹、えー、産業であります、この農業の位置づけ、大変重たいと認識をしております委員長渡辺総君、はい、私はあの今年の施政方針の中の文字数に注目した理由はです、ね、やっぱり2022年の後の2023年だということだと思うんです。昨年はですね えー、日本の食料確保に関する自衛沢性が明らかになって、さらにそれが国民にも伝わった一年だったというふうに思います。ウクライナの危機で飼料や肥料の価格、供給も不安定になって、値段も上がりました。燃料の高騰で施設園芸も大きな打撃を受けています。生産コストが上がっても、それが農業の生産者の皆さんの収入には反映されづらい仕組みがこの国には今、あります。負担が偏っていることも国民の皆さんによく分かった。 さらにその脆弱性が国民に広く伝わって、食料安全保障にも不安が高まったという一年でした。だからこそ、総理は年末にも、食料安全保障強化政策大綱を策定して、政府はですね、食料、農業、農村基本法の見直しにも着手をするという指示を総理されたんだと思います。だからこういう状況だからこそ、今年の施政方針では、農政のこと、食料安全保障のこと、きちんと歌うべきではあったんではないかというふうに思います。本気度の,の裏打ちがないように感じるんです。改めて総理、いかがでしょうか。 内閣総理大臣、岸田文雄君、えっと、今、委員の方からご指摘がありましたようにあの、ロシアによるウクライナ侵略を受けて、今、世界規模の食糧、まあ、危機といわ,われる状況があの生じていますあの。そして、その中で、我が国においては、この農業生産に不可欠な飼料、肥料の この安定供給が今問われている、食料安全保障の強化が、強化に対するこの危機感が高まっている、こういった状況にあります。その中でありますので、委員ご指摘のように、農業の存在感、一段高まっている、これが現実であると認識をしています。あのだからこそ 政府としましても、この食料安全保障の観点のみならず、えー、肥料、飼料といった生産コストの抑制策を講じる、えー、物価・賃金・生活総合対策本部においても、この問題を,、えー、を重く受け止めて、えー、追加策をこの講ずることを指示を出すなど、えー、取り組みを進めています。 ぜひ食料安全保障強化政策大綱に基づいて、農業構造の転換を進めて、強い農業を作っていきたいと思います渡辺哲男君、はいあの。なんとなくとしか申し上げようがないんですが、私、とても残念なのは、今日午前中の答弁、あの公明党の正司議員のお質問に対してもです、ね、どうしても他の施策に比べて、 えー、農業のこと、一次産業のこと、私、先日、宮崎県の綾町というところで、えー、懇談をしている中で、当事者の皆さんが、一次産業という言い方はやめてくれと、生命維持産業だと。 という,ふうにおっっししゃってましたそのとおりだというふうに本当に思いましたけれども、その分野に関して、どうしてもこう総理の答弁から迫力のようなものというか、気合いみたいなものが感じられない気がして、これ、ごめんなさい、受け止めですから、客観的には申し上げませんけど、ちょっと残念な気がどうしてもしてるんです。本当は食料安全保障について、かなり議論をしたいと思ってました、農水大臣にもいろいろ通告しておりましたけれども、また場面を移したいと思いますが、先日の予算委員会で自民党の鈴木議員がおっしゃってました。 もうその通りだと思いますね。有事のための平時だと思います。その区別なく、いかに国民の命を守ることは、食料を守ることでもあるんだという意識を、しっかり国政全体で持たなきゃいけないんじゃないかというふうに、大変強く思っているところです。その上でもう質問としては、もう終わりの方になってしまいますが、総理にお伺いしたいんですけれども、私はあの、今の日本の農業の現状を考えると、まあ、戦後の日本の農政、日本政治の選択の誤りが、 今の現状を作ってている気がしてなりません、えー、戦後の高度経済成長期、バブル経済期、さらにはまあ直近のデフレの中でもです、ね、私たちはお金があれば食料は買える、確保できるという安易な選択をこの国はしてきてしまったんではないかというふうに感じているわけです。その結果がさまざまな貿易交渉でも常に農業が犠牲になり続けてきた。で結果として 農産物の自由化が進んで、食料の安全確保、あ食料の確保という、本来、国家が最も大事にしなければならないことという意識がどんどん下がってしまってです、ね、極度に海外に食料を依存し、さらにはその依存度を高め続けていっても、何の違和感も感じないという国家になってしまったのではないかというふうに思っています。 まあもちろん、政府の立場からさまざまな交渉というのは、その時々の舵取りの難しさがあるというのは、十分に想像できるところでありますが、やはり今、またそしてこの国は国土を俯瞰してみれば、農用地にも限りがあるというのも現実であります。すべてをこの国で賄うということは、難しい国家であることも明らかです。まあ、ただ、その前提に立ったとしてもですね、この状況を作,りしまっ作ってしまったことは、やはり政治の責任だというふうに思います。もっと早い段階で 少なくとも主要穀物ぐらいは海外依存を脱する、世界情勢の影響をできるだけ低減させるような環境づくりに、もし政治が本気で切り替えていたらですね、もっと今の状況は違ったのではないかというふうに思います。まあ、私はおととし通ったばっかりであり、その立場に今までありませんでしたけれども、政治に関わる一人としてそこを後悔するところでありますが、政治総理はその点について、どういうご認識をお持ちでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。 まずあの委員が今おっしゃいました、このグローバル化の中でお金があれば食べるものは買えるんだという安易な気持ちを持ったのではないかというご指摘については、これは重く受け止めなければならないことだと思っています。事実、まあ、食料、私たちが生きていく上で不可欠のものです。そして今、世界的な食料危機が生じている。 そして日本国内においても、こうした危機的な状況がもし広がったとしたら、日本人はどうやって生きているのか、これをこの真剣に具体的に考えなければいけない段階にまで至っていると、そのぐらいの危機感を持たなければならないんだということを強く思っています。確かに 今の我が国の自給食料自給率を考えますと、海外に依存するせざるを得ない状況ですが、それとて、もしこの危機の状況の中身によっては、代替国、別の国からの輸入のルートを考える、こういったことも考えなければいけないわけですし、何よりも、我が国自身の,この生産体制、さらには備蓄体制、 こういったものをしっかり考え、この危機に対して食料供給の確保、どのように考えていくのか、こういったことのシミュレーションも平時からやっておかなければならない、こういった危機感を持たなければならないと思います。危機に強い食料供給体制を作っていく。 国産化推進と合わせて、この農業の農地や労働力の確保、あるいは技術の強化、こうした農業自体のこの強じん化、こうしたものを進めながら、食料安全保障の問題にも取り組んでいかなければならない、このように思います。 渡辺総理、はいそれ、ありがとうございました。私はあの今、ご答弁を聞いて、大きな認識に違いはそうないのかなというふうに思ったところであります。ただ、やはりあの、過去を総括するということも大事だと思うんです。その やはり今までのこの国の政治の判断が今の状況を作ってしまったということを、まあ、ある意味きちんと認識をした上で、この後どうしていくのかということが大事だというふうに思っていますので、ぜひその点は、あの与党だけが悪いという話じゃなくて、この国の政治全体に関わってきたすべてのものが責任があるというふうに思いますので、ぜひそこは考えたいというふうに思っています。でその上でもう最後にしますあの。質問にはいたしませんが、今、総理のご指示もあって、食料、農業農村基本法の見直し、進んでいます。えー、有識者の方が 方の議論の議事録を読んでいくとです、ね、やっぱりあの海外に依存しているということに対して、大変深刻な心配をしてらっしゃる、で特に主要穀物については、直接支払いも含めてです、ね、しっかりもっと生産力を上げていくという対応をしなければならないという声がたくさん上がっておりますので、ぜひこれからまあ農水省を中心に、法案の見直しの作業、を進むと思うんですが、 あの大変大きな総理の姿勢方針じゃないですが、転換点に立っているわけですから、この転換点に現状を認識して、これから国民の命につながるこの国の食料をしっかり守れるという法案になりますように、我々もしっかり議論に参画していきたいと思いますので、えー、以上申し上げまして、私の質問を終わります。どううもありがとうございましたこれにて渡辺君の質問は